どうも皆さん、私、講師の栗林と言います。この度は、基本英文法講義をご受講くださり、ありがとうございます。さあ、まずはですね、オリエンテーションということで、このコースが一体どういうものであるかというものについて皆さんにご説明したいと思います。よろしいでしょうか。では、まず、おすすめの受講対象者なんですが、 ああ英語に苦手意識があり英語学習から長らく遠ざかっている方そうですね学生時代どうも英語が不得意科目だったなという方そして社会人になってから全く英語を勉強してないという方でもやらなければいけないとそういった方ああ多いんじゃないでしょうか。そして英文法の知識を基本から再確認したい方まあ先ほどのね状況にいる方は特にそうかと思うんですけれども やはり知識を基本から再確認したいえつまり新たに学ぶということもあると思いますけれども学生時代にちょっとやりかけていた忘れかけているところというのもありますので、まあ、そういった意味で再確認をしたい方こういった方にもおすすめです。そして TOEIC この L&R のテストに初めてチャレンジする方にもおすすめです。 まあ、とにかくあの文法というのは外国語学習においては基礎の部分にあたるわけなんですけどもやはり基礎が分かったらいよいよ応用をしていかないといけませんよね。そこで、まあ、例えばあこの基礎を抑えたところで TOEIC のようなこう試験にチャレンジしたいとこういった方にもこのコースはおすすめです。さあコースの特徴なんですがまずこの短期間で TOEIC に出る英文法を総復習することができる。 どれぐらい短期間かということなんですが1回60分でこのかける10回の講義で TOEIC、えー、に出るる文法全30項目を学習することができますよろししいでしょうかねで講義内容まあ具体的にはこうなってくるんですが第1回目から第10回目まで各ユニットがあ3つずつあるんですね。ということでユニット1からユニット30まで B 同士一般同士とかね まあ学生時代に聞いたことがあるかなというようなこの文法用語なんですがあこちらを一通り確認していただきます。使用教材なんですがこちら「基本英文法コーステキスト」というですねちょっとかっこいい表紙のこの教科書を使っていただきます。でこちらの教科書を使って先ほど見ていただいた30個のユニットで、まあ、基本英文法をおさらいします。 練習問題などはですねこちらの TOEIC のテストの単文穴埋め問題と似た形式のものが入っておりますからまあちょっとしたこの i c の練習にもなったりするわけですねよろしいですかさあではサンプルレッスンしてみますねこのコースの中ではどういうふうにレッスンが進められていくのかというのをですね今あちょっと皆さんに体験していただきたいと思いますこちら えー、これはあのー、もう典型的な穴埋め問題ですね例えば1番を見てください私たちは彼女のコンピューータに触りませんそしてこの日本語の意味になるためには A から D まで、えー、どの、えー、選択肢が過去の中に入るべきかとこういった問題ですさあではこの問題が答えられるかどうか今から回答時間1分30秒、えーえー、を使ってですね、えー、やっていただきたいと思いますよろしいですか では始めましょうはいどうでしたかできましたでしょうかでは答えの方を見てみましょう、えー、一番上から d b b というふうになっておりますねで、それぞれ、えー、右側の方を見てみますとこれ代名詞時制、比較とまあ、赤い部分で書いてあるのがわかりますでしょうか えつまりこれはそれぞれの問題がその代名詞なら代名詞そして、えー、時性比較えこういったそのいわゆる文法項目の復習をしていただいた、えー、復習といいますか問題を解いていただいたということになります、はい、ではですねちょっとこれ、えー、解説してみたいと思います1つ目私たちは彼女のコンピューターに触りません we do not touch her computer が正解です D ですね で、えー、まあ、書いてある通り、こちらはですね、英語は一度出てきた人物の名前は、2回目以降は代名詞に置き換えるということです。日本語もそうですよね。まあ、ジェームスって言ったら、その後、彼はさー、って言ったりするわけですが、これがジェームスなら、he で、ジャネットなら、えー、she というふうになるわけですけども、この場合は、彼女のという、えー、意味が必要なので、これはあ her が正解です。she ではないですよね、えー。いわゆる所有格と言われるものでですね、 誰,誰のといいう意味合いを持たせるわけですね例えばマイホームというふうにはこれは日本語英語和製語でも言いますけれどもこのマイというのは私のという意味ですねその彼女のというものにあたるものがこの「her」ということになりますこれあの「we do not touch computer」というふうにちょっとこうまあブロークンなあ英語で言えないことはないんですけどもやはり、えー、これ なんていうんですかね正確に言おうと思ったら彼女のというふうにきちんと表現できないといけないですでここで h u r というものをまあ、代名詞ということで復習していただきましたで、えー、これわかるというだけではあ実は不十分なんですね D で正解したとしても実際に自分が英語を話すときにきちんと her とすぐに出てくるかどうかこれはまた別の問題です つまり一度知識として確認したものは実際に英語を使う時にきちんとそれが応用が効いてですねえ例えば「her」など her」を使えるとこれも大事なんですねつまり一度学んでいただいて学習していただいた後に今度は習得していただく使えるようになっていただくここがゴールだと思ってくださいさあではこの私が今言いました「her」とか「my」とかこの話なんですけれどもこの代名詞と言われるものは実はこれだけあるんですね えー、代名詞の変化と書いてありますがこのどうですか一人称と、えー、左の方から書いてありますけどもまあ例えば、えー、私というとこを見てください黄色いとこですねで私はと書いてあります日本語でこれは主角といわれるもので、えー、例えば私は日本人ですという時これは愛を使います、えー、これはほにゃららはですからね ですと、I、そして B 動詞は am「アム」ご存知の方あ多いと思いますが「I am、それでジャパニーズといえば私は日本人です。「私は」という、えーまあ、表現を日本語で使うのでこの時は「I を使ってくださいという話ですね。そして次先ほども言いました「my です。これは所有格で誰々のという意味です。先ほどの例えば「えー、my、私これは私の」では「車です」という場合は「 my car で、これはは This is ですよね。そうなると This is my car が正解になります。で、これだけたくさんありますからね、先ほど皆さん Her というのはご存知だと思います。彼女というところのまあ所有格を見てください。真ん中辺に Her と書いてありますよね。これが同じようにやはり彼女のということで彼女のコンピューターなら Her コンピューターです。何度も言いますが、 これで分かっただけじゃなく、実際に使うときにこれをきちんと、えー、応用するということですね、えー。応用できるようになって初めて、えー、まあ、ゴールというふうに、えー、こういった意識が必要です。ですので、まずは知識の確認ということをやってるんですね。さあ、よろしいでしょうか。では、ねたくさんありますので、えー、これはまた、ここの部分は後のところちょっと割愛しますので、次の問題の解説に行ってみたいと思います。 その会社は事業を広げたことは今まで一度もありません。答えは B です。The company has never expanded its business。これあの、官僚系の問題と書いてありますけれども、これ官僚系って皆さんご存知でしょうかね。学生時代に聞いたことのあるという方も多いんじゃないでしょうか。例えば、今までに一度も広げたことがない事業をね、これは経験を否定するものです。 しかし、例えばその会社は去年事業を広げていないといえば、それは単なる過去形です。つまり、去年事業を広げていない。これは過去形の、ま、否定形ですよね。しかし、今まで一度も広げたことがないというのは、経験を否定するものです。この両者は違いますよね。ですので、経験を否定するもの、今まで一度もという場合は、この完了形というものが登場するわけですね。さあ、この完了形なんですけども、 B を見ていただきますと has never と書いてあります。これは have プラスまあ,あ過去分詞という風うによく言われるものなんですがどういう風うにして作られるのかこちらですね。現在完了形 have もしくは has 過去分詞の用法は3つあるという風に書いてあります。でこのポイント1というのが先ほど言った経験これを意味するんですね。で、えー、見てください私は何度かセブに行ったことがあります。 こちらは先ほどの授業を広げたことがないという経験を否定するものでしたが、こちらは経験したことがあるよと言ってる、まあ経験を表現しているものなので、同じこの官僚系の表現でいけるわけなんですが、I have been to see you several times と言いますね。やはり have と been というふうに、ここが have と過去分詞の表現になっているわけですねで。過去分詞は何なのかなと思う方もいると思いますが、まあこれはあの動詞の活用形の一つなんですね。 えこちらもまたね、えー、おいおい触れますが、この been というのは、あの B 同士の加、ね、工分子系と言われるもので、I have been to といえば、えー、どこどこに行ったことがあるということになります。難しいなと思う方は、これひとまとめに覚えても大丈夫です。例えば、I have been to Sea b o 言えば、今度はアメリカに行ったことがあるといえば、I have been to America って言ってもいいわけです、えー。several times というのは、回数を表す表現で何度かということですね。これちなみに水 e って言うんですよね。あの セブっててうと通じないいんで気をつけてくださいあのスイスのジュネーブなんてジニーヴーですからねイタリアのフィレンツェはフローレンスともはや違う名前になってますけども、えー、地名っていうのは結構発音が違いますので気をつけてください余談でしたそしてじゃあこれを応用すると私はセブに3回行ったことがありますという時は「I have been to Cebu times」というふうになるわけですねそしてこのように経験のほかには継続と完了があります があこちらはですねまたおいおい触れますけれどもえつまり経験を今表現していますけれどもそれ以外にも継続例えばずっと継続してやってるよとかあちょっと今この仕事を完了したよとかこういったことを表現する時でも実はこの同じハブプラス過去分子で、えー、を使って表現することができるんですね。そしてポイント2です現在完了のの否定文をどう作るのか 先ほど授業を広げたことがないというのは否定文でしたけども、えー、否定したいつまり例えばあ先ほど言ったようにじゃあ完了の否定でまだ終わっていない He has not finished washing dishes というふうに言いたい場合これは簡単ですねハブもしくはハスの後に Not を持ってくればいいですはいちなみにハスが来ているのはよろしいでしょうかこれは He というのが主語になってますので3、まあ、単元扱いでハスが来ていますで これ、not をこのまあ、have もしくは has の後に入れるだけですから、まあ、難しくないですね。逆から言うと、he has finished washing dishes といえば、えー、皿洗いを終えたところですという意味になります。次行きましょう。彼はまだお皿を洗っていません。he has not washed dishes yet。これはまだあ終わっていないということなんですが、yet をつけることによってですね、まだしてないんだというふうにですね、こう、こう、 まだ終わってないんだよ。ただ終わってないというだけじゃなくて、まだね終わってないんだよ。つまりなんかちょっとあの完了しようとしている意思がここで見えますよね。このように日本語でも終わってないよというのと、まだ終わってないよの違いがあるように、英語ではここを YET を付け加えることによって表現できるというものですね。で、強く否定する場合には Never を使いましょう。Never。決して一度もないということですね。なので、 さら、えーまあ、に強い意味ではこれを使うんですが、まあ、例えば経験、今まで一度も経験したことのないことというのは、やはりこれ決して何々したことがないというわけですから、そういう時に結構 Never というのは登場します。よろしいでしょうか。さあ、えー、ここで、えー、皆さんには現在完了形というものに少し今学習もしくは復習をしていただきました。よろしいですか次です。 えー、3つ目の問題。今のマネージャーは以前の彼のマネージャーよりもずっと良い人です。まあ上司は選べませんからね。まあ当たりの上司、外れの上司なんてよく言いますけども、当たりの上司に、えー、当たったということで、ちょっとこれ、えー、少しこうなんか心に染みる例文ですね。<laughs> そこで、えー、前のマネージャーよりもずっと良いという場合は、ただ単にグッとじゃありませんよね。前のマネージャーと比べてより良い。 ずっと良いという場合は、グッドじゃなくて、ベタという表現が入ります。で、えー、何々よりもという場合、よりもというのは、ザンで表現されるわけですね。解説の方を見てください。まあ、空所の後にザンがあるので、比較級の文だと分かります。よろしいですか。なので、何々よりもって言ったら、あ、これはよりほにゃららなんだなということですね。で、これがベタというのは、より良いという意味がありますので、入るんですが、 マッチはこれを強調するものです。だから、better はより良い。しかし、much better というと、もっともっとずっと良いという意味が入るんですね。ちなみに previous one というのは、まあ、あの、one はマネージャーの代わりの代名詞という、なんですね。で、previous は前のという意味ですから、前の上司という意味です。 先ほど代名詞のところで少し触れましたけど、英語というのは一度、まあ、言及されたものというのは、その後代名詞が使われますから、まあ、ここでもこの代名詞がちょっと出てきているということです。えー、いずれにしましても、答えは B の m u c h better。better が使われているということと、まあ、match で強調されているということが非常に大事ですね。さあ、えー、ここで比較級という、このいわゆるより何とかであるということの表現、 の基本に戻りますけれども先ほど「good」が「良い」で「より良い」は「b e t なんですけどもしかしながら全部が全部そうではありませんえこの下の例文を見てください「the computer is light」そのコンピューターは軽いですいいですねでこれがいわゆる「light」と言われるものは普通にまあ日本語でも「light」なっていったりしますからね軽いという意味でご存知だと思いますけどもじゃあこれより軽いっていう場合にはどうするかというと 下の例文を見てください。The computer is Lighter than a book うう light、er、Light に ER をつけるんですね。このように ER をつけるだけで、まあ、よりほにゃららであるというふうな意味を持つ形容詞もたくさんあるわけです。つまり、Good と Better のように全然変わってしまうものもあれば、ER をつけるだけで、まあ、よりほにゃららであるという意味を持つ形容詞もあるわけですね。 ということで、the computer is lighter than a book. コンピューター。そのコンピューターは本一冊より軽いという意味です。ということで、えー、まとめますと、この比較級と言われるものなんですけどもね、えー、言及に ER をつける形が原則です。Light。しかし、長いこの語には、まえー、前に More をつけた2語に対する、2語にするものもあります。この More というのは、例えば Beautiful。ちょっと長い語ですよね。Beautiful。Light に比べると長いですから、こういったものは、 more beautiful といいえばより美しいそして不規則に変化するものというのは先ほど言った good から better になるものですね、まあ、こちらはあの結構覚えていただくところになるわけなんですが、まあ、外国語ですからね、えー、まあ覚えなきゃいけないこともあるわけですさあではこちら見てください先ほどの比較級のこのところもう少し詳しくいきますけども単語のタイプ基本の形はこれ ER をつけるこれはよろしいですよね で例を言うと言及と言われるものが、まあ、そのままのものですから old で old に er をつければ older ですよねただし e で終わる単語は r だけつけるということで large というのは e で終わってますから larger r だけつけるまあこれはスペルの問題ですけどもねそして先ほど言ったように長い単語よろしいですか beautiful の私話しましたけども quickly というのが入ってます これは副詞と言われるものなんですがやはりちょっと長い単語ですので「more」つけることによって more quickly よりり早くという意味になりますよろしいですかね。でえそれ以外にもですね「busy」というふうにこの「y」で終わってるこれは y を e に変えて er をつけるとで「busier」そして「big」は「bigger」これはまあシーン珠重ねて er をつけるとこういったタイプもあります。 ただ少しこれはあの、まあ、応用編といいますかね難しい本になってきますのでまずは比較級というものがどういうものかまずここで分かっていれば大丈夫です全部一気に頭の中に入ってこなくてももしくは、えー、応用できなくても焦る必要はありませんまずは理解をしておけばあとは後々練習することによって、えー、できるようになってきますから安心してくださいねさあ、えー、不規則に変化する形容詞先ほどのグッと よろしいですかこの good とか well というのは better。もうもはや全然違うえ言葉になってますよね。better。こういうのもあるよということで good を good だなんて言ってはいけません。同じように bat, worse, many, more, a little というのは less というふうになっちゃうんですね。で、先ほど覚えてますか ?much better。上司がより良い、もっとずっといい前よりの上司よりも良かったという場合に much better という言葉を使いましたけども 強調したいい場合はマッチを使ってください、えー、ですので例えばこのマッチオーダーって言ったらどういう意味か分かりますかこれはもうずっとずっと年が上だと、えー、もしくはずっとずっと古いという意味なんですね。で例えばファーを使ってもいいわけですから例えば先ほどマッチベラルと言ったのはファーベラーって言っても大丈夫です。はい。よろしいでしょうかはい。いかがでしたでしょうか ここまでまとめますと、代名詞、そして完了形、比較級、この3つの文法項目のサンプルレッスンをしました。当然本編の方ではこのように一、えー、つ一つの文法項目を確認していくということになるわけですね。そしてユニット30まで終わると、いよいよ英語の基礎文法はすべて確認、そして学習したということになります。 しかし外国語学習においてはあ文法というのはまあ基礎の方に位置づけられているんですね。ということは基礎がわかればあとは応用に行くわけですが文法がわかればあとは例えば英語のスピーキングライティングリーディングリーディングそしてト o イックのような試験こういったものにまあ応用されていくわけですね。ですので非常にこれは基礎として大事なことですしこれが終わればいよいよまあ応用 を聞かせていくということになりますので英語学習がさらに楽しいものになりますさあでは本編の方で一緒に学習していきましょう